いや先週ようやく動画を公開できて、なんかすごいな、なんだろうね、気持ちから、そのなんか、閉じ込められた、あのー、なんだろうね、想像力っていうか、その、まあ、何か作りたいっていう気持ちがようやく解放された感じですごい嬉しいですね、<お>もう、あのー、見ました 動画、一番最近の。見,うん、あ見てくれました。見ましたあのー、見ましたよ。飛んでるやつね、<お>見ましたよ。飛んじゃいましたね。飛んじゃいましたね。まあ、まあ、しょうがないもんね。もう。<laughs> <の>すごい、ね、エンタ綺麗に飛んでましたよね。<laughs> しかも、もうそれはもう、1回だけは撮ったんですね。完全に。あの、うん、1>, 1回だけ撮った。まあ、2回、二回目はあったんですけど、それももう、もう やっぱり一回ま一番、まあ、ちゃんと即興でやって一番良かったからまあそれにしたんですけどできるだけで,、ね、できるだけその反動せずうんうん、あの着地したかったからそうね、うん、本当になんかいい感じでね ORZ になってましたからねオールズオールズですねうん、うん、まあ分からない人はぜひ あの僕のチャンネルで <laughs> 見て、ね、いやそれを見て、はいうんで、それを見てから、うん、あの私の YouTube のアルゴリズムがまた変化しました。え、その動画を見るだけでそうそう、その後になんかちょくちょくそのアレックスさんの動画混じるようになって、一時的にね。え、あそうなんだ。うん えそん,なになんか多分だから最初から最後まで見たからっていうのもあるんだと思うんですけどあ確かに、ね、クリックしたクリックしたっていう事実とそれをちゃんと再生したっていうのがあってこれも多分好きなんじゃないみたいなこの YouTube ですね, <laughs> ねああいいですねまあまあなんか YouTube はちゃんとそうしてくれっていうのが、それをってよかったんですよ。たまに。たまに。10回、1、ね、回このリフレッシュしたら、その中に1回ぐらいで出てくる感じでしたね。基本、柴犬と猫なんで、私のアルゴリズムが。ああ。なんかいいですね。なんか僕の顔が柴と猫のに囲まれて。なんかいいですね。<laughs> 猫とそのなんか魚を釣って食べるとかなんか昆虫を捕まえて食べるとか <laughs> そういうのの中にアレックスさんがなんか他の人と話してるやつとかも出てきましたね、うん、すごい昔の動画だと思うんですけどなんか英語でなんか3人ぐらいなんかアレックスさんとその2人の人となんか そ日本語について話してる英語で話してたやつだったんですけどそれがなんか出てきたりとかして<え>ちょっと見ましたね<ど>最初3分ぐらいど,どっちだしてん,んか覚えてないな,なんかえわからな,いですなんかちょっと前にやったやつじゃないですかねそのうんアメリカ人かカナダ人かわからないですけどそのなんか普通に日本語日本に住む日本,日本語なんかよくわからない感じの インタビューっていうか、なんか対談みたいなのが出てきて、えー、それをチラッと見ましたね。えっと、結構レックスさん日本人と一緒に、違う違うか、違う。3人であのやってるやつですね。 えなんか覚えてないな。かなんかえー、なんかちょっと覚えてない。あとでちょっと送 <laughs> ってくださいね。うん、なんか、んかそういうのをクリックしてしまうとまたさらに出てくるっていうね。<ー>いですね。悪い癖ですよね。アレックスの渦に入っちゃったんですね。もうでも止まったわな。あ、そっか。それ、そのアレックスさんの動画を再生したのが先週なので、うん、まあそれ以降またね。 犬やら猫やらっていうのを見てるので、<ー>また変わってきちゃいましたね。あ,あ,まあ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 そういうね、あちょっとあのー、なんな,なんでしたっけ、せせなアレックス。もう最近、うん、最近はもうマリオカートばっかですね。新しくマリオカート、マリオカートを実況しているってい。そんなカトか変わるんですか内容？すぐ変わりますね。 なんか、まだ,だかなんかマリオカート見始めたらずっとマリオカートばっか見てるので、なんか YouTube どんどんおすすめしてくるんですよ。えー、もっとあるよ、マリオカートみたいな。マリオパーティーはどうみたいな。してくるのでなるほど。なんか、わかるんですけどね、僕結構、えー、っと、なんか日本語をちょっと忘れましたけど、そのスピードラン、そのちゃんとまあできるだけ早く何かゲームをクリアする人<ー>の動画めっちゃ好きなんですよ、僕は。 でそれ結構見てるからマリオオディシーの,そのスイッチ版のやつのスピードランを結構見ててそれから普通の実況も普通に出てきてそれもちょっと意気込みないんですけど同じようになんかそのマリオの渦、ね、になっちゃったんですね。 こう見ちゃいますよねその私だから、うん、できないゲームがあると YouTube で見ちゃうんですよ、うん、ストーリーだけ。まあ、キングダムハーツもはちょっと、はいはい、プレイステーション3持ってないので、私が。あなるほどね。そう。だからそこはなんかストーリーだけ繋いでくれてる動画があったので、<あ>そうですね。うううん、ああ、こうなったんだみたいなのを見たりはしたんですけど。 バイオハザードってあるじゃないですか。うん。ありますね。日本、日本名のゲームでいう、ね。はい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 。あ<の>毎回なんかちょっと。の,格好の。<laughs> はいはいはい。うん、うん。あれがあるんですけど、うん、あれできないんですよ、私、全く。あホラーゲーム好きじゃないってこといや、下手くそすぎて進めないんですよ。あスキルの問題ですね。<laughs> そうそうそう。<laughs> あの、1位をやって、そのバイオハザード1位が出た時にプレイステーションあるじゃないですか。いや、でもそれ一番難しくない<で>操作、そうそう操作めちゃくちゃ下手まあ、ま、下手じゃいでか。そう。悪いから。で、あの、なんか、打つとか、走るとか、うんうん、あの感じ結構苦手なんです私、マリオとか結構得意なんですよ。あそうなんだ。でも、マリオ64とか、 ちちょょっっとととにななる嫌んですよねあーわかるんですけどねすごいわかるまあそう何だっけその、まあ、最近なんかスイッチで出てきた3次元のマリオのゲームあるんですけど、うん、でそれなんか前のレベルみたいな感じですけど、うん、完全に3次元で全然操作できなくてどこ,どこに着地,着地するか全然わかんなくて。そうそう そうなんですよ。全然できないですねだから、マリオとか、カービィとか、得意なんですよ。お<ー>でも、その、バイオハザード、そもそもプレイステーションで出てきた時に、バイオハザードが、うんあの、カメラがコロコロ切り替わるじゃないですか、バイオハザード。そうそう,そう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 、置いてくる感じじゃなくて、<で>うん、固定の。そうそう,、うん、そう。で、銃を構えて撃つ。 2>, その2段の動作でしょう。あはい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 、そうですね。ナイフだけこのさっさって切ってくれるんですけど、うんうん、銃は構えて撃つっていう。うん、まあそれが意味わかってなくて、あっはいはいはい。だからゾン,ビゾンビが来るじゃない。そしたらもうボタンを連打するわけですよ。うん、そしたらずっとこう。 手が動くだけなんですよ。このまま。で、うん、そのなんか銃を構えて、下ろして、<laughs> 構えて、下ろして,てあの、ずっと続けちゃって、で、結果、撃てない。うんうん。で、逃げようとするじゃないですか。逃げますね。うん、ゾンビ寄ってくるから。うん、で、それでゾンビ寄ってくるから逃げようと思ったら、もうカメラがコロコロ切り替わっちゃって壁に向かって走ってるんですよ。ああ、なんかその切り替えて前の。

そういう、バイオハ,ーザ,ードハーザードを、まあその、一番目でそう判断することはちょっと、まあ、しない方がいいと思うんですよ。結構変わるから。まあ最新とか見たら、まあ普通の、ね、何、いあの、<う>ファーストパーソンのやつ、ね、のやつをね、そうんそ,そ,そ,それすごい、<う>まだまだなんか見てないんです。まあ、そんなに見てないんですけど。 まあすごいグラフィックもいいし、まあ操作感も多分 <laughs> かなり <laughs> 向上してたと思うんですよね <laughs>。だからあの、それがなんかプレイステーション o n 3とかプレイステーションフォ4とかになってくるとすごいいい感じにできてるじゃないですか。うん。で持ってないんですよ。それを。まあそこはね、そのゲーム機を、ね。だから、うん、テレビもないし <laughs>。じゃあパソコンでやったら <laughs> 何もできないっていう。 じゃあもういいかって思ってそのボス戦だけ全部つないでる YouTube の動画とかでそれ見て、うん、カットシーンとス、えー、ボス戦みたいな前のこの人ってずっと見てうん、うん、ええー、こういう終わり方するんだってなって、うん、でウィキペディアでストーリー先調べて、うん、あこういうことねってあどんな映像になってるんだろうっていうその確認作業みたいなそればっかやって たやってたっていうかだからその新しいゲームが出るとすぐによくやってますねおおなるほどえその前にそのなんか映画を見る前にウィキペディアであらすじを読んだりするっていうなんか前に、うんうん、するって言ってたと思うんですけどゲームとかもそうやらないんですかその実況をすまず見てでそれからウィキペディアをなんかその何ちょっと分からなかった部分を 埋め込む感じですかそうね、ゲームの場合はなんか全部こと細かに書いてないので。ああ、確かに、まあ、映画みたいにちゃんと全部書いてあすて。そう、あら、確かにね。それは読みます、最初に。ああ、なるほど。こういうことね。ああ、変わらずね。はいはい。全体像を見てから、現実況を見て、それからさらになんか、レリットとかを。 そう、だからその新しいバイオハザードとかと、このキャラクター誰 <laughs>、うん、っていうところにな種類は,はいはいはい。あこの人ね、この人ねっていうのこ、ね、の人死ぬんだねみたいな。ちょっとはい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 はのはい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 はねはてはい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 はうはい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 は全部いはいい そそそうそうその 1, 1と2はやってるので、1>, <ー>その1と2までのそのゲームボーイアドバンスだっけあの辺のやつもやってるので、話は一かっているから。PS2 ですね。うん、そうです。その間の、うん、間のなんかゲームボーイアドバンスじじ。はいはいはい。DS とか。あの辺も、うんうん、そうそうそう。やってたので、その時はね。うん、あた大体わかるんですよそのキャラクター。ーそのキャラクターをわかるので。はいはい

キングダムハーツになってくると結構長いんじゃないですか。そうカットシーンも多いし、まあ、普通に2時間でなんかゲームごとに映画の流さになっちゃうから、かなり違う、うん、時間をか,けかけないとね、全部理解できないと思うんですよね。そうなんですよ。キングダムハーツ結構見ますね。で、何ですか話が変わるっていうのは何ですか あ,あ、ちょっと、もう、ちょっとだけそれるだけ、それるんですけど、あの、うん、その、マ、ま、ド、あ、さんって、その、何ウィキペディアとかを見て、その RCG を、まあ、映画でもいいし、ゲームで、まあ、普通なんかのネタバレをちゃんと前,前に読む、読むときに、えっと、じゃあ、誰か死ぬと、知って、あー、みたいな、まあ、死んだろうと、わかって、で、いざ、あの、まあ、 見始め、見始めると、なんか、そういう、そのキャラ、その、もう、そのキャラが死ぬっていう、わかってて、でも、その、このキャラめちゃくちゃ好きになったりとか、なんか、ちょっと嫌な気持ちになったりしてます、ね。あ、ちょっと、やっぱ死ねないでほしいなって、死ぬと思うけど、なんか死ねないでほしいなっていう気持ちになります。ありますよ。なんかこう、あ、このキャラか うん、最初分かんないので、そのキャラクターの名前自体が、うん、あこ,この、あ、これがそうですかってなって、うん、へーって、だからそのキャラが、どっちかってそのキャラが死んじゃうっていうよりか、このキャラが裏切り者で、そのキャラが好きいキャラクターで、あ、うん、この人裏切るんだと思いながら見てるとショックですね。最初から、<ー>最初からショックですね。ショックな状態で言います。へ<ー>ショック状態から見ますね。ああ、まあ、やっぱそうだよ。なんか、 そうなんか、例えばなんかたまにあるじゃないその、まあ、主人公とかが最後までなんか本当になんか敵だったみたいなとか死んだりとかあると思うんですけど最初の方から知ってそうなるんだろうと思っていたら、まあそのまあ、半分ぐらいの,の,の映画がもう続いたらなんかすごい好きになってちょっとこのまま続いてほしいなと。 もうないですかもう。なんかいろんなことを間違ったの、間違ったことを祈りながら見るとか。ああ、まあそうそ、ないですね。ああ <laughs> ない。ないですね。まあそれはもう全んそっちにも向かってることだから、かまあそう、あこういう感じなんだなっていうのは見て。でもだから、その終わってない作品。 で今で言ったら例えば呪術回戦だったりとかワンピースとか終わってないのでそれはちゃんと見ますよその新しいのを、はいはいうん、じゃあそういう感覚ってどうですか,なんか普か全部分かってから見ると思うんですけど何も分からないままで見てなんかどういう、うん、なんかワン,ピースワンピースとかの場合そもそもなんか分かろうと思ってないので

なので、うん、長いなって。もうだから私だから真ん中ら辺読んでないっていうか、だから真ん中ら辺は全部あらすじだけですね。終わってからあらすじって感じで、だね、私だから、空島のあたりから見るやめましたね。はい。チョッパーのあたりから見るのやめて、空島で完全に抜けましたね。うん。空島ちょっと分かんないけど、まあまあま、あ半分ぐらい抜けてる。そう、だから結構最初の方でやめちゃいましたね。でも、ででも今はもう最終見てる感じですか そうですね。<ー>か時々見る感じです。ワンピース。か毎週見るっていうか,なんか、かあ、ここ終わったんだとか、あこれキャラクターが終たんだとかううですね。そういうのですね。で、<ー>倒したっていうその情報を見て、あどうやって倒したんだろうっていうのを見たりとかはしますけど。うん、あはいはいはい。なるほどね。うん、あんまなんか興味ないっていうか。知りたいだけ。知りたいけど、そんなに興味ない。そうそうそう そそうそうなんか今どの辺っていう<ー>今どの辺っていう感じ、えー、それなんか聞いたことない考え方ですねすごい独特ですねワ、うん、<laughs> ンピースはだから長すぎちゃってナルトとかの場合は長すぎちゃって途中見てなかったんですけど、うん、最後終わったって聞いて見返しましたね、うんうん、あっその時点で見返ししたそれは 終わったんだっていうその終わるんだこれっていうそのああ永遠じゃないからんか終わりがあるきりはあるから見る回はあるそうそうそうそんな感じですねへえなるほどねはあ全然まあいや僕の場合だとねワンピース全然見ようと思わないですね長すぎて もうなんか知りたくもない,い,うい知りたくもないし、なんか、うん、もう完全にまあ見る可能性はまだあるかもしれないのでああのまあ、見ようとしたらちゃんとん結構、そのワンピースしか勝たんって言ってるあの友達結構いるので僕の周りに、うん、だからもしかしてそういう友達にお まあ、今でも押しつけられてるんですけどもしかして僕が負けるから見ちゃう可能性はまあゼロだではないので、まあ、そうなってくるとちゃんと何も知らない、まあ、今好きなシリーズを見てると同じようにそうだやった方がいいと思うんですけどまあなんか結構ちゃんと終わってほしいんですけど、まあ、適度な長さで終わってほしいですよね 終わってくれてればよかったんですけど、その後にボルトとかいうわけのお金を始めたので。ああ、ねはい,はい、はい、うこ、ん、とをされるとちょっと、えってなっちゃいますよね。まあ、金ですね、やっぱ。うん、金、まあ結構、そういうシリーズって多分、すごい儲かってるんじゃないですか。キャラクター、うん グッズとかも結構売れますしね。それが一番、一番じゃない。まあ、キンナムハーツもそうなんですけどね。キンナムハーツの商品めちゃくちゃ高いから、ね、めちゃくちゃ、僕は一番してるから。なるね。キンナムハーツがすごい好きっていう人たち、うん、お金持ってますから、まあ、あれそういう傾向はありますね。まあ僕もね、うん、その、何、オルケス ドラとかに行ったり、ーので2回。それは結構まあ金は高くつくしまあ他の商品もあるしそ<う>、うん、だからだからお金を持っているのでまあ単価も上がるでしょうね子供だけじゃなくてまあ大人もキンナムハーツの場合は,はそのなんだろうねその最初の方のまああのもうキンナムハーツ一チとか の方は多分好きになった人多いと思うんですけどその最初1と2でそれが結構前の方うもうほぼ2年 2>、うん、20年前らい、ね、そうなんですよあれも長いですからねっらそう,そうめきか結構長いけどそのなんか子供の時から始まった人が多分ほとんどだと思うんですよね、うん うん、ま子、あ、供の時でも、まあその高校生とかの、だからなんかかだら今は大人だからちゃんと使える金があるから、今ちょうど同じもう、あの、商品が出る頻度めちゃくちゃ高いし、多分それもしてるから、その統計いろいろあると思うし、ちゃんと、あの、もう、もうしょうがない。もう、もう、ちゃんと分かっちゃったからす、ね、机にはもう、も,も,もう、 あの辺、あの辺ながら欲しいと思ったことないんですよね、私だから。あ、それはいいと思います。すかますなんか例えば、ね、アレックさんにキーブレードあるじゃないですか。ありますよね。わ、うん、かるんですよ。そのキーブレード欲しいなって思いをわかるんですよ。うんうん、あってもなって思っちゃって。まあ、そうですね。まあ、僕はずっと。 えっと、欲しかったんですけどちゃんとした、うん、そのなんか他のなんだろうね確かにアメリカアメリカで結構有名なえっとまあ普通の金属でちゃんと金属で作られ金属の武器を作ってる人って、まあ、ちょっと日本語の言葉を忘れるのかなんですけどちゃんと鍛錬してる人、うんえー、<laughs> がいてでそ,ういうそういう人が。 あのーまあ、ビデオゲームの武器を専門にしたのでそれをカスタマイズもできたりするし、うん、キーブレードを作ることも多い、うん、からそれを結構前に Facebook かなんとかで見つけちゃって、うんあのー、ずっと欲しかったんですけど、うん、結構高め。 高め、まあ、ちゃんとなんかあの金属でできてるんですけどちゃんと持てるぐらいの重さ、うん、使えるぐらい本当になんかあの自然な感じになってるからドルで言うと300400500でもそれ以上でもいくからその上に送料もあるし。 だから、いつも欲しかったんですけど、ね、その子供の時でも、まあ高校の時は多分見つけたと思うんですけど、<ー>で、あ、じゃあ大人になったら絶対買うわって、<ー>もう言い張って <laughs> <ー>、<laughs> まあ買わんないと思うんですけど、今は。あの、<ー>ちょっと高すぎて。で、それ結構友達に言ったんですけど、その、あ、<ー>欲しいとか。で、ある誕生日に結構今置いてある、 えー、かなり安い方の多分20ドルかなとかの、まあ、安い方のやつをもらって多分それで十分だとうですね、うん、なんかもう,もうそういう金属のやつも,もう欲しい欲しくはない <laughs> うんけど、うん、そうねそういういやうん背景ですねそのキーブレードの、うん、そうね、うん、だからなんでしょうねまあ引っ越し をよくしてたので <laughs> あんまり荷物をあ、まあそれは確かにね。確かにね、マナさんはね。うん、うん。それになんか、いろいろあっても、で、重いと、空港でいろいろあるじゃないですか、うん、荷物を <laughs>、うん。ありますね。あ,<の> <laughs> ありますね。止めるときに、<laughs> うん、あこれ重たいなって思って。確かに確かに。そもそもその、もともとそのダイビング、 の用品を持ち歩いていた時期があったので。あ、あの、確かにね。森、森、森ってわかります森。森。海に潜って、あの魚を突き刺す。あ、やり、やり、やりですね。あ森森ですね。そう森なんですけど。あ、あれ、あれか。英語で言うと、ハープン。 そうそうその森を<ー> <laughs> その森を私、スーツケースの中にて、えー、持ち歩いてたので。えウ、ー、<laughs> え、それ大丈夫その武器,武器じゃないですかあれ武器ですね、完全に。だから、あれをあの普通に郵便とかで送ろうとするとちょっとめんどくさいかもしれないと思ったので、うんうん、<laughs> じゃあ,、まあ、スーツケースの中に入れて持ってね、ね。大丈夫ですかそれ普通。 <え>逆にだからその、ある、のー、じゃないですか、レギュレーターとかいろいろそういうのも持ってたので、私、だからそれをあの X 線の時に通す時に、<ー>絶対だから開けてくださいって、中にガス残ってませんか、ね、みたいなので、ずっと、だからすごい必死にその詰めたんですよ、荷物を。<ー>詰めたものを全部もう一回開けてみたいな、<laughs> 見せて、ああ、またかと思って、それまた開けて。 うん。で、ないね、じゃね、みたいな感じだったんですけど。うん。まあ、そうなるもんね。そうそうそう、それはすごいわよ。わかるわけないから、そのちゃんと。なそうそう。なるほどね。嫌な感じな人もいたりとかするじゃないですか。まあ、そうですね。だろうね。特に空港だとね。そうそう。 国にもよるんですけど、それは。あ、まあそうまあ多分日本だとあまりその態度悪い人あまりいないと思うんですけど多分 <laughs> 日本、ね、ヨーロッパとか結構まあ僕の勝手なイメージなんですけどまあ僕がもうドイツを通った時になんかそういう態度の,、うん、あのどっさにすごい驚いたんですけど、うん、ああそうなのああうん、そうそうそうだからもしかしてそこら辺、まあ、人に乗るんですけどね それ,それぞれだと思うんですけど、うんまあ、空港はだからね結構面白いですよね国によって全然違うし、うん、<laughs> あの一回、うん、どこだったかなどこかの国日本ですねこれ日本ですよ<あ>日本であの一回日本に帰ってきた時に、うん、あの犬いるじゃないですか麻薬探知犬があっ<ー>て <laughs>、うん、私だから自分の スーツケースが出てくるのを待ってたんですよ。うん、向こうで。うん、で、そしたらその犬が寄ってきてですね。うん、私、犬好きじゃないですか、まあ。猫も好きなんですけど、犬も好きなんですよ。うんうん、で、何を思ったかね。私、触ろうと思ったんですよ、その犬を。はい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 。うん、疲れてたっていうのもあるんですけど、まあ、犬が寄ってきたので、うんうん、おぉ、かいい犬が来たじゃないかみたいな感じで、普通に手出してやってたら、<laughs> はい、あのー、 私の横座っちゃったんですよ、犬が。うん、おあなるほどね。そう、座っちゃったんですよ、普通に。<laughs> 座っちゃったっていうか、なんか私のなんかズボンをずっと匂い嗅いでて。<あ>ずっと匂い嗅いでて。よくないですね、それ。<laughs> よくないですね。うん、そうす座っちゃったんですよ。<laughs> お<ー>で、なんか座っちゃってみたいな。かわいいじゃんみたいな感じで、ね。<laughs> あやば,や,ばや,ばやばい、やばい。そしたらまあその、犬連れてる、うん、その人からしてみたら。うん あ、この人ちょっとやばいんじゃないみたいな感じになるじゃないですか。普通 <laughs>、はい、にすね。出てきて、はい。じゃあそろそろ行こうかなって思ったら、もうその人いるじゃないですか、横に。うん、その人がなんか、うんあの、ちょっといいですかみたいな感じで。<laughs> ああ、これこういうそういういパターンかみたいな感じで。<laughs> で、違う部屋行って。で、ものすごい時間かけて詰めたんですよ、スーツケース。ーうんまあ、パンパンな状態で。うん でそのもう、重量制限も完全にオーバーしてーで、追加料金も払って、もうすごいパンパンだったんですよ。でもうはい、はい、開けたらバーンって開くぐらいのはい、はい、パンパンだったんですよ。で、その別室に連れてかれてで、じゃあ開けてくださいってなって、開け,開けるんですかみたいな、私、面倒くさかったんですよ。うそううのもう一回 自分が詰めた時のことを思い出してこう開けるんですかみたいな <laughs> 開けるんですかって本当ですかみたいな、うん、だそれもなんか関わりからしてみたら何隠してるんですかみたいな,あゃないまあそれはそうですねこっちはなんか見せたくないっていうか開けたくないって感じだったので<あー> <laughs> え何隠してるなと思っていやもう開けてくださいみたいな感じで全部開けて、うん、開けるじゃないですか、うん、開けたら あじゃあちょっとこれどかしてくださいよ、それどかしてください。ああ、みんなん、どかすんですかみたいな。<laughs> 出すんですかみたいな。<laughs> ええ。って。ーえ、もうめちゃめちゃ考えてね、テトリスみたいな感じでめちゃめちゃ考えて詰めたんですよ。<laughs> あ、言ったんですかで詰詰めめたものを詰め いやもうだから出すんですかって何回も聞きました、ね、私、うん、出すんですかみたいなここにこ,ここにみたいな <laughs> いや怪しいよ怪しいよそれそそうめちゃくちゃ怪しいね <laughs> もう全くだから違う意図でした、ね、私はもうなんかあこれ詰め直すんだよなーと思ってうん、わー最悪だっていうのが多分そっちの人からしてみたら、うん、あなんかバレたのが辛いのかなこの人みたいな感じになっちゃっててみ合ってないんですよ会話がで確か 出すんですかみたいな。じゃあこれもちょっと開けてください。開けるんですかみたいな。この袋も開けてください。開けるのかと思って。で、中身出してください。出すんですかって。はあ。で、何もなかった。時間ぐらいやってましたね。何もなかったので、何もなかったので。1時間ぐらいずつ。それ。ええ、そうですね。めんどくさい。で、いろんなその袋とかも全部開けたし。めんどくさいな。 だからそれやってたらなんかすごい時間かかっちゃってっていうのはありましたね。うんはあ、犬がかいやすごいなんか日本にもうちょうど2週間さっきじゃないけど 2>, <laughs> い <laughs> 2週間3週間前にその、まあ、日本の空港に行った時はあの、まあ、普通にいたんですよその,そ,のその犬が。 で、あの他の国だと、でっかい犬あるいるんじゃないですか。ジャーメンシェ・シェパードとか、うん、でっかい犬がもうそれしか見ないと思うんですよね。そういう犬種するいや日本も別にあれですよ、小型犬ではないんですよ。普通にラブラドールかなんかなんいや。いや、でも、まあ、もしかしているもう見たことないですけどあの、これは初めての経験なんで、日本で。うん、であの、普通に,そのに,に、あの、 あのや,やってきて、その連れてる人。で、その、うん、犬見えなくて。えなんかどこどこで、あの、完全にその連れてる人の後ろち、ちょうどなんか見えないところにいて。うん、めっちゃ、で、なんか急になんかちゃんと角を、ま、曲がって、あの、めちゃくちゃちっちゃいチワワみたいな。一番ち、なんか余計にちっちゃい犬を連れてきたなと思って。 で、めちゃくちゃ可愛くて、うん、すごい真剣になんか仕事してるのに、可愛すぎて、ちょっとこの犬って、なんかなな、なんだろうねあの、ちょっと場違い、ば場,場違いない、ばいなと思って、すごい、うんまあ、真剣にやって。それ<あ>で、その犬、まあ何、何かあったんですか、その犬と。いや、何もなかった、まあ、僕、ちょっと緊張はしたんですなんけど、なかったんですけど。 緊張したんですけど、そのなんかお酒とかあったから、ちょっと言うのがめあのめ、もう、めんどくさかったから。あのまあカナダはね。うん、まあ、ウィードとかを持って、要注意です、ね、そう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 、だから、うん、あの、たん特に時間をかけてちゃん、ちゃんと書いてくださいみたいな。いい あの、気温に多分 <laughs>、うん、獅子は、で、で、出たと思うんですけど、まあ大丈夫だったので。そうね。うん。うん、そうね。うまあ、服に匂いついちゃったりっていうのもありますしね。そうですね。まあ、運が良くて、ちゃんと、なんだろう、周りに全然、そういう匂いがなかったので、その体の空港で。<う>だからまあ、大丈夫だろう。だし、まあ、ほぼ一時、もう、二十時間以上、 なので、トロントにいた時から,、うん、<laughs> から日本までだからまあまあまあ多分大丈夫気が <laughs> したんですけど、うん、本当にね独特な匂いがしますもんね、うん、あれそうそうまあすごいまあ日本に来てまあ多分2回3回ぐらいは変えたことあるんですよそれウィドのいそ,そうそう電車の中では1回で2回は多分もう普通に ある歩き回って誰、誰か通り過ぎて、えー、あ、あれ、あれなんだ、みたいな、すごい。で、なんか、まあ、東京で、まあも、まあ、まあ、日本でものすごくい、なんかもう、違反、違反っていうか、まあまあ、あの、なんだっけ、違法ですね。うん。ものすごい。そうそう。ああだから、すごい僕が、すごい怖いんですよ、そう、家具と。だから、敏感、 にななって、なんかすごい怖くなってであのまあこの前ねあのカナダに戻って、まあ、カナダだからあの嗅ぐんじゃないですかそのどこにいてもそうですね匂いがもうどこにもまたわりついてるのでどこにも、うんうん、その普通に家ぐんですけど日本のなんかま,まだ日本と勘違いしててすごい怖かったまた怖かった 怖くて「え大丈夫なのこれ」みたいななんかすごい逃げようとしたんですよ普通にあのまだ敏感のままでねすごいなんか変な気持ちになっちゃって「うん、あの、大丈夫なのこれ」って思ったりしてあのそうねでなんかそれまあ慣れてきたんですけどまあそのいる間にうん、なんですけどそうそう面白い独特ですからねうんそうカナダカナダ自体がねまあ 充満,し充満してるというか、まあ、場所によってはもうその匂いしない,いや本当に充満してますよ <laughs> どこねまあ僕結構ケンジントンマーケット好きだから一回は行ったんですよ<ー>ちょっと歩いてそ,、ね、そこは知らない人多いと思うんですけどケンジントンマーケットってトロントのからのトロントにある、えーうん、まあ渋いヒップスター感じの,感じの、まあ、小さいな街なんですけど マーチティーが、まあ、あのエ,リエリアなんですけどウィードの店め,めちゃくちゃいるあるしあの知ってる人もどこ,もうどこにもいるしあのもうウィードの街として知られてる気がするんですけど、ね、ウィードとなんかすごいおしゃれなカフェと日本料理とかもいっぱいあると思うんですけど。 そういうのありますよね。だからここでは OK だけど、そこではダメみたいなのがあるので。うー、んうん。そうですね。そうね。うん。だからそこら辺のね、普通にそこら辺歩いてるだけとかでもね、匂いついちゃう時とかもありますしね。そう,そうそうそう、普通にもう、多分 TTC に乗ったらもうアウトだね。完全に。<ー>絶対、絶対あるから。う,ね、うん。あの TTC ね。あの TTC、ね。 っていう地下鉄のス、うん、システムのそうです、ね、名前ですね。そうですね。まあだから、まあそういう国ですからね。まあかなり OK ですからうん、うん。まあ全然もう、とトバコ、タバコよりもあの、大丈夫な感覚じゃないですか。認識なんじゃないですか。タバコだとなんか変に見られ、

僕、全然吸わない派なんで、全然、あの、慣れることはなかったので、全然、全然大丈夫だったんですけど、あの、ま、日本人化してるじゃないですか、感覚が、うん、そこ、ウィードを吸えないっていうのが日本人化違う違う、その、いを嗅いだらやばいんじゃないって思っちゃう。あそこですね。あそこですね。あ、まあまあまあ。 そうですねまあ周りもそういうなんか結構敏感の方だと思うので多分そこの影響もあるかもしれないですけど、うん、変わっちゃいましたねし変わっちゃいましたねカナダ人らしさがカナダ人らしさがちょっと去っていってますね,ちょっとね削り、うん、削って去っていってますね、うん、うどうするんですかこのまま日本人みたいになっていくんですか これはね、うん、まあまあまあ、完全にはならないんですよね。うん、なりたいんですね、逆に。なりたくはないですね。そね <laughs> なりたくはないですね。もう考え方も日本人みたいな。あ<ー>日本語話せるし、でも多分日本語話せれば話す,話話せば話すほど考え方多分日本人っぽくなっていくと思うんですけどね。うん まあそのうん,うんなんだろうねまあその何でしょうまあその言語としてなんか必要な要素とし要素なんか敬語とかそのちゃんとあの偉い人を、うん、<laughs> あのまあ丁寧に話すっていう、まあ、その、うん、ねあの 年功序列っていうか、あの、もあると思うんですけど、そのね、そうそうヒエラルキーの、あの、考え方は多分もう、すでに染み、うん、染みついてると思うんですけど、あの、そ,<う>その部分はもう、多分、日本人化はしてる気がするんですけど、うん、まあ、ある程度。まあ、だんだんこのレベルがあると思いますよ。うん、最近だと、もう私、結構気になるんですけど、最近だから、その、<あ> YouTube とか見るじゃないですか。 うん、で、コメント欄見るときに、例えば日本人が、うん、あのがとかはとかの使い方間違ってるとすごい気になるんでしょう。うん、ちょっとって、それちょっとちゃうやんっていうのもあったりとか、普通にあのもう私はこんにちはとかこんばんはの最後のワの部分がひらがなの和になっていると結構もうダメなんですよ。 あ、うん、あいや、日本人もでもそういう打つんですよね。たまに。日本人にする。日本人する。たまにいて結構する。いや、結構なんか思ったよりするから、あの、うん、で、なんか前に聞いたんですよ。なんか、え、それってなんか、は、はで合ってるんじゃないって。僕が調べ、うん、あの、してるのがお、はなんですけどって。うん、結構前に、その、ヘロトークかなとか、その、知らない人と、その、その、<laughs> あの、話してて、いや、おはでもいいですよって、なんか、 言われてきて、謎ルールを出すじゃん。そうなんだと、あの、ちょっと言ったんですけど、なぜか、うん、この人、そんなにしんちょっと信じかたいなと思って、<laughs> <laughs> なんか変だなと思って、<う>あの、まあ、信じなくてもよかったんですけど、うん。そう、まあ、そこはですね、結構まあ、こうなりましたね、ちゃんと調べたほうが。なになっちゃいますね。うん テレビとかでも輪になったりとかしてる時があったりとかして<ー>ですみませんすみませんがすみませんになってたりとかすみません自体は別にそのあー、まあ話時にすみませんってなっちゃういいんですよ、うん、でも書いた時にすい,いになると何すわないの何をすわないんですか <laughs> ってなっちゃうので <laughs> いやでも結構まあ会社でも偉い人結構そう売ってると思うんですよねそのなんか、うん、まあすみませんみたいな あの、すいませんとかをもっとカ字を吸わないの。何を吸わないの私はもう気になっちゃって。本当にすごいイライラするんですよね、そういうと。あじゃあ次回なんかちょっと次見かけるときにちょっと聞きたいですね。あすごい。なんか吸わないんですかって。何を吸わないんですかあタバコ吸うと思ったんですよ。ああ、やめたんですかって。すいませんとか、こんばんはとか。 うんそうだから結構なんか最近ですねなんか文章よくわかんないなって人結構多いですよね。うーんう、ね、日本人でも。うん、僕まあ僕はまだそのなん,なんだろうね今この人ってちゃんとえちゃんとしたなんか日本語で喋ってて僕がちゃだた,ただ理解できてないか、うん、本んにその日本語が間違ってて。うん も理解できないできてないっていうの区別まだつけないんですけどさすがにか僕は多分もう永遠に僕が間違ってるっていう思い込みがあると思うんですけどそうでも英語でもあるじゃないですかその you are 何を短縮してで y o u r みたいなそうで それがもう一緒になっちゃってる人。その、U で、あ、じゃないですか。それが、YOUA と一緒になっちゃってて、考え考え方がありますね。そこ、あ、あじゃあ、あじゃないんだけど、あれだけなんだけど、そこって気になっちゃうんですよ。そういうの、本当気になっちゃうんですよ。ああ多分わかる気が。なんか、あなたの、あなたの、例えばあなたのペンとか言いたいのに、 あなたはペンになってるんですよ。ああ、Your ペンみたいな。Uh, oh. そう,そ,う <laughs> そ,そこがもう区別がつかめちゃって <laughs> いや。私ペンじゃないですって <laughs> そう。私のペンですけど、私はペンじゃないです。<laughs> <laughs> ああ、確かにね。いや、でもこの、この話ってあの難しいと思うんですけど、その、うん、一般性だから、 そこもあるんですけど、普通に一般化されたら、それで正しい英語じゃないっていうが説もあるんじゃないですか。なんか間違っ、本来は間違ってるけど、みんなが言ってることだったら正しいんじゃないみたいな、あるんじゃないですか。そ<う>例えばかそれがあの分,かってない分かってない人が増えてくると、 私、一回指摘されたことがあるんですよ。うん、それこっちじゃないみたいな。いや、こっちそっちじゃないですって。<ー>普通にそれ違いますって言ったことはあるんですけど。うん。なもう、その区別すらついてない人もいて。ああ、まあ、そうですね。それは普通に、多分もう、普通になっちゃっていのいな<ー>そう。勉強しないの、逆に、みたいな。<ー>で、それで自分がその英語を教えてるときに、 え、でも先生これ普通にこれでもいけますよねみたいな。いやいけないから。うん、いやでもなんか使ってますよみんなみたいな。だから何みたいな。だから何ってみんなが使ってるからって何みたいな。別にそれ意味ないからみたいな。うん、みんなっても2、3人でしょって言って。うん、まあまあみたいな。<laughs> まあそうです。まあそ,そこの、まあ、けじめが。まあ例えばえ日本語のすごいってすごくじゃなくてすごい嬉しいとか。 すごいの活躍しないで使うことって多いんじゃないですか。あすごい嬉しいね。すごくいことですね。そうそうそう。で、それはもう、多分一般的に使われるし、どこでも。そ,ね、<laughs> それはも,れもあるうん、それはまあ、文法的に間違ってるけど、う使うすごい使われてる。あとはすごく今今、今も言っちゃったんですけど、すごく使われてるから。あと違,く違くないとかね。あ、あります、そう,そうそう、それはありますね。 違くない違わないじゃないですか違う。そうそう。それも。ああいうことされると、ああいうことされると、本当にもう、マジで、マジでって思っちゃうんですよ。そうそうそう。まあでも、最近でもそれ以上に嫌なのが、させていただきますっていうのが、させていただきますうん。なんか、何々させていただいている、何々させていただいて、何々させていただいて、全部させていただいてるんですよ。でも別にさせていただくって、別に。 なんか最近 YouTube させていただいてるんですけどみたいな。あ、それだろうそれはそうか。お前やりたいからやってるのって。そうなんかやらせていただいてみたいな。自分でやったんでしょ。やらせていただいて、誰の許可取ったみたいな。はいはいはい。どさせていただくって言っとけば丁寧でしょみたいな。うん。のが結構だから。ありますね。 自分で決めたんじゃないですか僕もうそういう違いは全然分からないですね。なんか誰にさせていただいたんやって。<laughs> そうですね。結構だから<ー>、うん、なんか、正しく使ってる人もいるんですよ、それは。実際それ使わせていただきますとかさ、うんうん、実際誰かの許可を取って使ってる場合もあるから、別に全部が間違ってるわけじゃないんですけど、うんうんまあまりにも多くて。 最近。まあ、そこですね。まあ。だから、そういう。どこ。どこまで、なんか。みんなが。まあ、いっちゃってることが、OK って。オッケー。そう。なる。そうそ、どこで。そういうなるっていう。だから。うん。だ、そういう人たち。が、なんか。あ、もう、テレビで使ってたから、正解でしょみたいな。ああ、あ、まあ、そう、まあ、まあ、まあ、うん。うん テレビの、テレビだから正解。テレビ記事はちょっとあれなんですけど、そうん。思っちゃいますね。だから別に日本語だけじゃなくて、多分英語とか多分、多分、いっぱいいっぱい。どこでもあると思うんですけど。気になっちゃうんですよ。そこが、別にいいんですけどね。間違って使ってようが何だろうが。あ、もちろん、もちろん。そこそこちっちゃく。すごいわかります。まあ、僕の英語誰でも見たら、すごい間違い 間違いもまんまんなんで、まあ、なんとも言えなんですけど。そ,そう、そこら辺がね、なんかね、気になりますね。だから、そこで、うん、なんか、あの、まあ、使わない方がいいんですけどね、そういうのは。まあ、間違ってるやり方、ね、<ー>別にだから、ネイティブが使ってるから正しいっていうんじゃなくて、 うん、でも多分ネイティブ同士だから別にそれはいいんですけどそれをなんか実際にネイティブじゃないとがやるとなんか違ったりとかあるので、うん、あありますねまあ僕、うん、んか<っ>本当に間違えてるよっていうちょ、うん、違ってますよみたいなまあなんかそ,そこがそうですねなんか僕その勉強し始めて多分結構早めにそのすごいの、うん、あのち間違いを、うんうん、あのまあ 使,わ使ったんじゃなくて習ったんですよ、普通に多分教科書にも載ったんですよ、うん、こういう使い方もありますよっていう忠告みたいなのがあったんですけど、うん、確かに現究の教科書に載った気がするんですけど、であのまあ、それを間違ってるから使わないように今ずっとしてて、で多分なんかあるある時も話すことに慣れてくると。 友達と話してる場合にはちょっと使っちゃったりとか思わず出ちゃったりでもその時点で大丈夫気がしたんですよねんか思わず出ちゃうっていうのがちゃんとカジュアルな場合だとでみんなも使ってるんだったらなんか僕が許せると思うんですよねだからか結構ねそういうのもあるし最近だとその インスタグラムとかツイッターとか YouTube とかで、自分の言葉だったら教えられるでしょみたいな、ちょっと結構軽い気持ちで始めちゃってる人がいて、なんか、うん、さようならは言わないよみたいな。どれが決めたのそのルールみたいな。<laughs> もうだからそのサムネイルとか、最初の1ページ目がそのなんかあのさようならは言いませんとか見ると、うわー出たと思って。またね。 うん、言うからって言わないのはあなたねって、うんうん、<laughs> あなたがだからこの日本人全体を代表してるみたいなのやめてくださいって思っちゃいますねだからそれで,、うん、でそこのなんかコメント欄を見るとああそうだったんですね知らなかったですみたいな,なんかいやいやそこ納得しなくていいからってん <laughs> で納得してんのって言うから普通にって、うん さようならは言いませんみたいな、<う>さようならはなんか一生の別れみたいな感じになりますからみたいな、いや、じゃあ子供たちはさ、<ー>学校で一生の別れを毎日経験してるんですかっていう。<laughs> ね、<laughs> 先生、さようならって<ー>じゃあ、毎日言ってますよ、この子たちって。<laughs> そうの、いや、本当に、うん、そこをそ言いませんみたいな。ですよね。まあ、最近、うん、まあ、最近だけじゃなくても、結構前からずっと。 そういう,そう。英語でもたまにあるんですけど、まあ、英語だとこれ言いませんみたいな。うん、いや、別に言うときもあるよって、うん。そう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 。いや、なんかこれから言わないようにしますみたいな。いやいや、ちょっとそれは影響されすぎだからって。<laughs> そう、僕絶対にその、僕全然さようなら言わないから、もしかしてそういう、そういう忠告めちゃくちゃ来てたからね最、最初の方は。うん。うん だから使うのがもう怖いんですよ。<laughs> 使う場面わかんないっていう。結構使ったりとかして、うんうんまあう。結構使ってる気がするんですけど。どういたしましてはあんま使わ,あんま使わないんですね。ああ、まあ結構、まあ、上から目線の。 結構ね、うん、印象的にね、印象的にそんな使うなって。使われるんですけど、なんかいつも何、年を取った人から言われること多い気がしましたね。めっ,うん、めったに聞かないですけど、うん、たまに聞くぐらいなので、だからなんか、英語と同じみたいな意味で使うとちょっと違いますよね、感覚的には。あそうですね。まあ、意味が同じ。うん なんですけど日本すら全然違うそう、ね。そうそ結構、日本語とかって直訳で覚えてる人が結構いるんですよね。うん、そうですね。まあ、最初の方はまあいいと思うんですけど、ずっと直訳する人、<う>まあ直訳で覚えてる人多いですね。ああうん。だから、その直訳、まあローマ字は問題外なんですけど、直訳も結構きつくて。うん で、なんか、ん今日の天気は暑いですみたいな。うーん。ああ、はい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 。うん。意味はわかるんですよ。わかりますね。うん。今日は暑いですっいいじゃないってうんです、うんうん。天気は要らないですよ。そうですね。だから、なんかその、いいですをすごい対応する、その日本語学習者とかもいたりとかして、 良かったです。なんでも良かったですみたいな。まあも、なんかそれ、なんか面白いのが、日本人もそうじゃないもう ?It's good みたいな。めちゃくちゃ聞くから。めちゃくちゃく。良か,かったです。It's good みたうんめちゃくちゃ来るから。で、それの反対で悪かったですみたいな。 あ例えば昨日何食べましたかみたいな話でなんかこれこれ食べましたでどうでしたかって言った時に悪かったですって。あ<ー>悪かったですあ<ー>、うん。あんま言わないな、それ言わないなって普通になんか言うんですけど英語では成立するじゃないですか。うううんうん、うんそうですねかそこなんですよそこら辺のちょっと感覚がその英語に近い言語だったら別にそれでいいんですよ。うーん 意味通じるので,それで,でもなんか直訳の感じをちょっと抜けないと、うん、なかなかきついんじゃないのかなっていうのは思いますね。そうですねまあそこに大きいのは多分まあ普通に日本語の「の何でもに」に、うん、もうあのもう溶け込んでもう完全にもう飲み込み<う>いろいろ飲み込みながらねあの、まあ、<う>アニメでも多分「悪いです」とかも多分あまり見ないと思うから。 何かちゃんと日本人向けの何かを見て多分分かると思うんですけどそうそうだからなんかねこの人は悪い悪い悪いですとかさこの人は悪い人ですとか言っちゃうと本当になんかめちゃめちゃ悪い人みたいになるんですよいや本当になんかもう犯罪を犯したりとかそう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 うかうそう そう、そうまあ、なんか、そのニュアンスみたいなところがちょっと違ったりとかするので、うん、そこら辺はね、まあ気をつけて覚えた方がいいんじゃないのかなって思うんだけどね。うん、なかなか難しいですよね。そういうふうになんか覚えてる人もいるので、実際結構な数いるので,うで、ねうん。でももうまあ、前、まあ、言ったようにもう、もちろん最初の方はそれそうするしかない気がするので、まあそこは大丈夫ですけど、う,ね、うん。 でもそこだけに頼りがちになっちゃうと、まあ、そこは問題っていうことなので、そこだけあの、その切り替えが難しい気がするんですけど、うんうん、できるだけ早くね、した方が、うが、んまあ、少なくとも意識して、そういう切り替えがそ,れそろそろした方がいいっていう。うん、そうなんですよ。うん、だから、その、なんかいろんな国の言葉を話せますみたいな人が、 うん、なんか英語、フランス語、スペイン語、イタリア語みたいな感じで話してて、うん、日本語になると、なんかあれちょっと。うん。ちょっ原文ありますかみたいな感じで、<laughs> その原文の,その英語が見えるんですよね。その日本語の順番が英語の順番と同じだから。うん、完全にね。あんまあ、文章もわからなくはないんだけど、不自然だよねって。うん まあ、絶対に、まあそ、そういう動画を見ると、絶対に私はで始まるからね。それでは、一瞬で,かでの後、私はがめちゃめちゃ出てくるじゃないですか。そ<う>私は、私は,私は全部,私は,全部私はが全部、ずっとある。そう、そうだったらもう、たぶすぐ分かるから、まあ、<laughs> うん。面白いですね、それ。うん、そうあなた。あなたを対応する人も結構だから、うん、言わなくてもいいんですよって分かってるんで。 なんかい今思い出したんですけどあなたってそのなんか最近日本人に言われてすごいびっくりしたんですね名前がもう僕の名前が知ってる人に言われてめちゃくちゃびっくりしたんですね <laughs> なんか <laughs> なんかやったんじゃないの,のそれ何も全然なんかもうあのー、例えば何でした,でしたっけもうあまりなんかそんなに仲良くない人 だったんですけど、あのー、うん、普通に、あっ、挙動でしたみたいな、っていう感じで、うん、あっ、あなたはどうでしたみたいな、あっ、あなたって、なんか <laughs>、なんかやっちゃったんだみたいな、僕は思ったんですけど、うん。怒ってる時きなんか使いますからね。ですよね。うん。うん,な,んかあなた何もなかっ<う>たは何もなかったはなかったはず。なかたから、うん まあ、そもしかしてその日本語がちょっと変,変だっただけかもしれないですけどすごい壁を感じるっていうか <laughs> 一気に壁を作れるんですよ「あなた」って。いやマジジでそそれををのメッセージを見 見た瞬間にもう話したくなくなったんですよ。<laughs> なんかすごいなんか、多分もうま、まだその感覚が、日本人書く感覚はないと思うので、それをあなたを見たら絶対に、うん、あのもう絶好だわっていう、あの、極端の話になっちゃうっていうようにならったと思うんですけど、うん、あの、そうそう。<laughs> うん 結構強いですからね。名前知ってる人にあなたって言われるときって結構きついですからね。まああなたはいいでしょうけどね、みたいな。うん、まあトーンもあるんですけど。うん。まあ怒。だからそういうところで感情を表現できる言語だから便利ですよね。実際怒ってる人は。便利ですね、本当に。うんうんうん。そう。だから本当に怒ってるときには、まあすごい便利ですけど。そう,そう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 。うん あんま顔に出さない人もいるので。ああはい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 。うん、あのその結構ね、リアクションとかこうジェスチャーとかで、何ですかみたいな人あんまいないので。ああはいはいはい。すごい静かなトーンで来るし、あんま怒らないので、その直接。 でも、そういう言葉を選びだけで、ちゃんと。そう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 。そこですね。普通に友達なのに、いきなり敬語になる人。ああ。なんか。まだ。まだ。わかりました,た。あ、や、あった。あったかな。ちょっと覚えてないけど。な,んな、多分ないと思うので。そこは。すごい。恐ろしいですね。うん、なんかもうだけで。うん、そう考えるだけで、なんか恐ろしいですね。 そうね急になんか言葉遣いが丁寧,丁寧になったりとかするとあー怒ってんのかなっていうのはねなんか確かによくなんかドラマーその恋愛系のドラマよくあるんですねなんか急に敬語 <laughs> な,んかなんかその主人公がなんか犯してあの <laughs> 女の子絶対になんか敬語になったらえに何何ってなっていうそ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 うは、ね、それは、ね、うそ、ん、うかうそうそうそ 英語とかだったらその、ね、すごい怒ってる時とか、その強調する時とかに小文字から大文字にしたりとかできるじゃないですか。うん、ああ、そこですね。はい、確かにね。はいはいはい。うん、で、日本語だとできないじゃない、うん、その例えばそのメッセージのやり取りの中で、うんあ、なんか大文字になったら、この人すごいなんか叫んでるわって。うん、はい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 。<laughs> うわー、ちょっと全部大文字だよ、うん、これやばいなって。うんうん、あるけどでも日本語だとないじゃないですか、そういう見た目で。うん 僕欲しかったんですよね最初の頃なんか大文字できないからどうやって感情を表すんだろうっていう <laughs> <laughs> あったんですねその課題そう、うん、だから急にねなんか普段の言葉遣いじゃなくて急になんかめちゃめちゃ丁寧じゃんっていう時はちょっとやばい時ですよねお<ー>あーこれちょっとやらかしなうんじゃあみんなちょっと 皆さん、ちょっと気をつけてくださいね。<laughs> いや、もう、私っ普通の人、普通の人、普通の人と常に敬語なので、怒ああ、まあ、ってるわけないんですけど。いやいやまあ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 、もちろんそうなんですよ。だから、それがね、うん、まあそういう文化ですから。うん,うん。まあそれを習ってそれでも何くるとね、ルーマニア語でもそんな感じなんですかはぁ、うーん。ーんー文章。 怒ってる結構感情的ですね。ルーマか。あ,あまあ大文字でできるからまああまり見ない気がするんですけどまあそんなになんかルーマニア語話してないからちょっとあれなんですけどあのまあ大文字でできるまあロー,ローマ字の <laughs> まあ普通の文字使ってるから英語のだからまあ大文字にできるんですけど多分。 いいか結構、汚い言葉を言う言語だから、かなり、<ー>その、なんかその、表現の幅、その汚い言葉を使って、なんか表現できること多いから、意味がなく、<laughs> ないけど、なんか、なんか違うような感情が込めてるみたいな、ちょっと、説明はできないんですけど、<ー>多いから、ちゃんと感情を表して汚い言葉を言う、 多いなまあそれもしかしてなま、まあ僕の家族だけかもしれないですけど、あの、うんうん、結構そこでそこかな。うん、そうだからね、結構そのリスクですよね。まあ、汚い言葉使うのも自由ですけどね。うん、<が>うん、もちろん。まあ、まあ印象は良くないですから。 そうですね。覚えたがる人いるじゃないですか、そういうの。汚い言葉を教えてよみたいな、うん。もちろん、もちろん。何語でもそうですけど。うん、ありますね。うん。でも、その強さをちゃんと理解できないで、冗談で言ったときに、本当に相手が怒っちゃうとかって結構あるので。うん、そうですよね。うん、まあ、もう子供の時にみんなそうやっちゃってるけど、うん、多分大人もやってたま,<と>まあ大人になったら、ちゃんとなきい、うん、ただ意味の思う、<laughs> 重きを <laughs>。 ちゃんとなんかその相手が傷,傷つくことはあると思うから、使い方も違ったりするじゃないですか。うん、その英語で言うときと日本語で言うときの,の使い方が違うので、そこもだから直訳なんです。直訳の感じで。 あそうですねバカだねっていうのを別にそのバカだねっていう英語でイ、うん、英語では別に普通なんですよその状況でバカだっていうのは普通なんですけどあーあー日本語で言うと結構突き刺さったりするのでそれがあれあー確かにねあーそれ確か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 ,確か <laughs>、うん、まあその同じここが結構難しいうんそうですねまあ英語も同じでその F のワードとかを使ったりあのあんまりわからず よろしくない。うん、よろしくはないですね。<laughs> よろしくない。<laughs> じゃあ、あれでも本当に、ね、嫌な顔する人、本当にすごい嫌な顔しますからね。うん。そのカナダ人でも、アメリカ人でも、本当に嫌な人は嫌ですから。そう、そうなんですよ。うん。まあ、まあ、それはまあ、あの、まか、そのすごい汚いことを言う。普通に言うカナダ人でも、そのあまり好きな人、好きじゃないカナ,カナダ人。にちょっと。 気にわることはあること思うから、全てその全部の<う>ほとんど全部の文字の間に F を挟む人もい,います、ね。いましたから、まあ、<う>オーストラリアとかに言ったら絶対に言えると思うんですけど、<の> <laughs> 全部、全部、形容詞が全部それみたいな。僕、絶対に高校の時に行くそういうなんか一時期あった気がするんですけどな。まあ、多分でもつけちゃうっていう。 うん、なんかかっこいいからなんか言えるようになったからいいよみたいな前は禁止だったけど今大人だからっていう <laughs> <laughs> 謎の <laughs> 結構あ,り <laughs>、うん、ある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 、うん、だってその,あの英語勉強してる人たちもなんかちょっとその,、ね、その現地で友達ができたりとかしてすごい急に言っ F を挟み出す人 でも,<ー>でもその友達がやってるから自分もそれでいけると思ってやっちゃってでそれがなんかクラスの中で出ちゃったりとかした時に「はい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 よろしくないですね」っていや本当にまあんそのなんか英語を勉強してる人に対して、まあ、F とかも聞きたいことは言ってもいいと思うんですけど僕がなんかその。 ネイティブレベル、まあ、その流暢ではないと言わないでほしいですね多分。あの、わかります、うん、なんか、ちゃんとなんか、ネイティブに近いレベルではないとすごい違和感感じるので、なんか出、すごい違和感あるので、な,な,なんか、でもちゃんとなんか、流暢であの、ちゃんと意味わかって言ってるんだったら言っていいと思うんですけど、うん なんかすごたこと英語で急に F が入ってたらなんか絶対わかんないじゃん今の使い方って合って,合ってるかどうかにかかわらずちょっと変だよってあの統一感ないから違和感そうなんですよね、まあ、日本語もそうかもしれないんですけどそう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 ん、だから、うん、あるある,あるありますよなんか感覚的なところで、うん、多分そ,のそこ使うところじゃないんだよな っていうあ,ありますねあますだから <laughs> まあ日本語と同じようでねあのまあ聞きたい言葉はあると思うんですけどちょっと気をつけて使う。そうだからね高校生とかさ中学生とかの,、うん、その気分でいると。 かかっっこいいいと思ちゃゃうわけじなですラッパーってすごい使ってるよね。これヒップホップ系じゃねみたいなふうにちょっと勘違いしちゃって。で、ホームステイ先とかでそれ使っちゃって。で、ホームステイ先とかておばあさんとかおじいさんと結構いたりするので。あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。めょっダメ。言っちゃったらなんか心臓ホスなーなりそうでねホンに。そう。 いや、いやそうですね。まあ、<う>なんか、汚い言葉は気をつけだから、本当にだからあの、例えばその漫画とかで、うん、そういう汚い言葉ばっかり覚える人もいるので、たまにね。ああ、もちろん、もちろん。私、だからドラゴンボール好きなんですけど、うん、覚えちゃダメって言ってますからね。ドラゴンボールの日本語は基本的に使わないって。あ、そうなんだ。

そうですね、多分ん、ね、あの、普段あまり死ねとか言わないと思うから、そこだけ、ね、言わない、言わないですね。言わないうんそうですね、だからうん、あんまりね、だから漫画をだからその使いすぎるのも、うんまあ、なかなかそう気をつけて、だからそう、うん、理解した上で漫画使ってるのは別にいいんですよ、それは。うん、うん だからその漫画のキャラクターみたいな喋り方をしたりとかっていうのは別にね、必ずしも悪いことではないんですけど。ちゃんと理解した上で <laughs>、どの場面とか。ちゃんと理解した上でやってるのはいいんですけど。うんうん、そう、冗談だったらまあいいみたいな。そう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 。うん、だかそれが、なんかで、私にしてもそうじゃないですか。私、僕みたな。はいはいはい。うん、その一人称が、例えばその、 いるじゃないですか、女の子でも、うん、女の子のキャラクターで、僕を使うキャラクター。あはははは。で、別に日本人でもいるんですよ、女の子で、僕を使う人いるんですけど、うん、そこ分かった上で使わないと、うんその、少数派なので、うん。そうですね。うん 自分がそうだって思ってて使ってるにはいいんですけどなんかそのどれでも一緒でしょっていうふうに思ってやっちゃうと違うんですよ、うん、好きに選んでいいわけじゃないので、うん、そうですねまあそのなんか許容範囲はき、うん、あるかもしれないですけどんかまあそのいつ僕とか俺とかを使う場面ってあるんですけどまあ個人的なあの好みがあるんですけど、うん、まあ ちゃんと使った上で使うまあ理解した上で使った方がねそう<ー>だから男の人にしてみたらお礼ですよねだから俺っていうの、うん、だからそんなね心が中で使わない方がいい時もあるので、うん、そうですねでなんか同じように、あのーまあ、ちなみに僕結構まあカジュアルな時にお礼を使う派なんですけどあのー、たまになんか ちょっとあの女の子とかとあのよく仲よくなると俺を使ったらなんか一回は切れなんか怒,られ怒られちゃったんですよ。それなんかちょっと使わないでほしいけどみたいな。<laughs> あそうなんだってなんかあの普通の友達だったからでなんか普通にすごい仲良く。 かったけど、なんか F のワードと同じようになんかちょっと気に食わない人って、まあ、いるっていうのをそこで初めてもいるでしょうねあだからあの、まあ、そこもねあの、まあ、そういう人がいるっていう僕はその当時知らなかったんですけど、まあ、今はまあ理解した上でなんかね<う> <laughs> だから本当にその一人称、まあね、一人称、うん、本当に気をつけないと、あのねうん、小学生とか幼稚園児とかで自分のことを自分の名前で呼ぶ子がいるんですね。あいるね。うん例えばアレックスさんだったら、あの私はっていうところ、アレックスはみたいなうんもうで。たまにそれに君をつけちゃうんですよ。アレックス君はねみたいな。自分のこと話してるのに、アレックス君はね。 なるほどね。はいはいはい、女の子、女の子でアレックスちゃんは、みたいな。お<ー>もうだから、一認証がちょっとその自分の名前の段階私としてはもう、なんか結構な壁ができますね。その段階でもものすごい壁ができますね。ねはい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 。いや、そこ私でいいや、みたいな。なるほどね。そうですね。それが、幼稚園児とか小学生だったらまだ可愛いですけど、それが例えば、ね、うん、私ぐらいの年齢になってきたときに、なんか、 うん、アレックスちゃんはねみたいなことで自分のことを言ってたら、うん、うなんかあの何、ー、だっけデッドプール日本語で言ってるんじゃない、うん、俺ちゃんって、うん、俺ちゃんって日本語で俺ちゃんって言うんですよデッドプールってだからそれを見初めて見たら、まあ、めちゃくちゃいい役じゃない 僕はいい役だと思ったんです。うん、なんか多分、なんか英語でどう、うん、何言ってるかちょっとそんなになんか、記憶に残ってないけど、だから多分そ、そこまでなんか、あの、特別なことを言ってないと思うんですけど、ちゃんとなんか日本語のニュアンスを分かった上で、うん、なんかちょっと変な、男らしいけど、なんかちょっと変なな、こいつっていう。うんそうなんですそうなんですよ。<laughs> <の>知らなかったです。そう、そう。だから、それを見て、なんか、 前よりそういう一人称の,あの何感覚をもう少しつかめたなっていう前あったんですけどかその、まあ、俺の使い方とかその自分にの名前に「ちゃん」とか第一人称で「ちゃん」のをつけるとかそういうちょっとそう、うんまあ、いたでしょ今までそういう人いましたね、うん、いやでもまあ自分の名前はお言う人はもちろんいる 思うんですけどちゃんとか自分にちゃんと君をつけることまだいないまだいないですね結構少数派じゃないですかこれいや意外とそんなにいる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 あんまるいないあったいっいあったいったあいるいったるい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 あっるいるいあったいるいるんるいるいるいんいる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 るい ああ、はいはいはい。い<る>なまあ<る>自分の名前を言う人までいると思うし、<る>まあ普通にカジュアルな場面でなんか普通に使ってる人って、うん、あの、まあたまに友達の中でもいるから、まあそれ別に、まあいいけど、その、ちゃんのつけるって、まあまだ、そうですね。まあデッドプルしか思い浮かばないからね。うん、そうこれから、ねね、出会いますよ、<laughs> そういう人にも。だ<ー>からだんだんその、なんかその日本語、 がいろいろとできるようになってくるといろんなことに気づくじゃないですか。最初のうちは全然気にならなかったこともんだんだん,こうこんなところです、ね。<あ><ー>そう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 <ー>が分かったりするからなんか <laughs> そのうち現れますよ、そういう人。<ー>っていうか、多分その電車とか乗ったりとかしたらあ、いたっていました。はい、<laughs> あれ直接話す人じゃなくて<ー>あ、この人。 データ。うんうんうん、まあ、いいいますうん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 うそうん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 ういうん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 、まあ、うんうんうんしんうんうんういうん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 んうんうんうんんう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 んんうんうんもちろんう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 う あ、みたいな。あ、なんかちょっと、うんレベル上がりましたね、うん、みたいな。まあ気づけるようになったううなっていう。そうそう、そうそう。大事ですね。だそのレベルまで行ってから、例えば、その、え、そこでじゃなくてにじゃないですかとかっていうのは別にいいんですよ。そういうふうに思,う思って、うん、その、え、そこちょっと違わないですかって,って気づくのはいいと思うんですけど、うん、それをだから、うん、 初心者とかの時にそこなんででなんですかとかなんでみんなです。そこ考えなくていいんですよ。あ、もちろん、もちろん、もちろん。どっちでもいいんですよ。うんうん。もう。なの。ていうか、とりあえず文章終わらせてくださいって。そうこですね、そこですね。うん。とりあえず文章終わらせてください。終わらせないとどっちを言いたいのかわかんないです。正解わかんないです。まだわかんないです。学校でにえみたいな。わかんない、分かんない。その後、その後、わかんないと分かんないから。 そうです。うん、そう、気にしすぎですよって。そうそうそう、まあそういう優先度の順位はちょっとね、考え直した方が。うん、だからそこ,そこ気にするとこじゃないんですよっていうのが結構あるので、うん、なんか、うんうん、まあだから、うんうん、興味があるのはいいことなんですけど、 うん、そうですね、まあほどほどにね。あそうそう、そこのなんかリスク、リスクを管理するというかね。うん,う,んうん。そこで変なところに興味を持って、なんかそこでですか、にですかってやってると、うん、その会話自体が終わっちゃうので、そこで。そうそうそう。まあだから一、僕が一番なんか、あのー、まあ、好きな、あ好きなっていうか、まあ、感心してる初心日本語学習者の初心者は、 全然気にしないで、もう、ちんぷんかんぷんの日本語を言う人ですよ。うん、もうなんか、あまり全然気にしないで、もう、女子もあのまあ適当に入れてるだけで、まあ単語一個一個言うんじゃなくて、ちゃんと文章を言おうとして、あの、話す人の方が好きなんですよ、個人的に。うん、話すすぎますからね、実際。 そう,そうそうそう。ね、多分もう単語並べるだけで、あの、なんとなくなんか言ってることわかるから、まあ、そうそう、そう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 ,そう大丈夫かな。まあ英語でもそうですけどね。うーん。まあそうですね。なんか<う>あの、その過去形がわかんないから、ああ、はい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 。もう全部の動詞に ED をとりあえず全部つけちゃって、話してる人がいたんですね。うもう全部 ED。うーん。はいはいはい。うんで 別にそれで、もうとにかく話すみたいなそう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 ,いう人た、うん、そう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 でうそ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 うすうそうそれそう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  でもわかるから普通に分かるからあエイツだねみたいな言うかもしれんけどわかるからもうそれで食べたんだねって言えるからそうそう<ー>でその後に例えば昨日とかおとといとかっていう、うん、その時間がくればあ <laughs>、ね、<laughs> ああなるほどねそのなんか昨日たに 昨日リンゴを食べるみたいなを言って。そう,そう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 。わかるんですよ、ね。で、多分その話の流れの中で昨日の話をしてるんだろうな、この人はって。うんまあ、いきなりそれだけ言われたらね、どっちって思うけど、その、うん、前の話の流れがあればわかるので。そうそうそう。まあ、うん、初心者だから、その全部理解してもらえるっていうことは、<う>まあ、ない気がするんですけど、<う>まあ、できるだけそういう、うん、その割合を。 飽き <laughs> <laughs> るほど会話が進むからそうなんですよだからなんかねいろいろあるんですけどね「まあ、私の名前は何々です」っていうのをあんま言わないのであと最近なんかすごい気に,気になったのが<お>まあ結構前から気になってるんですけど「なんでしょうあのカナダから来ました」とか どこどこから来ましたっていう人、<ー>来てないのに来ましたっていう人。はい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 。なんかその,その,普通のテレビ電話で。でよくあうはい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 。あそのツイッターとかで文章とかでよく見るんですけど、例えばその何人ですかみたいな話をするじゃないですか。そういう時に別ににカナダ人ですとか言えばいいのに、んなんかカナダから来ましたみたいな。 なんかわか,かるな。なんかわかる。来てないんだよ。あはいはいはい、すごいわかる。あそ<う>やっちゃったなあ。僕絶対にね。あの、あすごい今、ちょっと回想シーンがあったんですわ、ね、かります<の>なんか私の名前はアレックスです。カナダから来ました。それはだから実際その私たちが直接会って、別にその、うん。 オンラインっていう場にカナダから来ましたっていうのは別にまあん分からなくはないんですけど来てないんですよ。カナダは言うんですよ。あなたはかなり言うんですよ。来てないんですよ。英語だとオッケーじゃないですか。そうですね。確かにね。だからそうを訳すとね、カナダから来ましたになる。確かにね。来てないんですよ。 来てないですねいてなからそれを説明したいんですけどちょっと伝わらないっていうくまく特に初心者の時は本当に伝わらないので確かにその説明難しいですね確かにんかいろいろその過去形のこととか来る行くのああ来てないんですって言ったら絶対にわからないと思うんですよね初心者だったらあなるほどねはん。 ああ面白い。そうなんですよ。だから別に英語で普通にね、あ<ー>なんかあの、おはようございます。私の名前はアレックスです。うん、カナダから来ました。私の仕事はプログラマーです。みたいな、別にわからなくはないんですよ。でもちょっとちょ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 ,ちょ,ちょっていうのが結構ある、うんで <laughs> ほほほほ。なんかい、ま、すごいなんか話がどんどん進むけど、あの、 なんか今思いついたんですけどその日本に初めて来た時ってあの、あなんだっけな何々から来ましたっていう文章の文定型文は分からなかったんですよ聞いたことないですそのな7ヶ月間をずっとあの勉強しててそれ聞いたことなくてあので日本に行って旅行に行ってあのすごいあのそ最初の多分 ほぼなんか 3, 3週間いたんですけど2週間をほぼ毎日聞かれたんですけど何言ってるか全然分からなくてあどこから来ましたかってなな何回も聞かれて、うん、全然分からなくてなんか何言ってるかって、うん、なんか来る,来るホテルとか,なんかど,ういうどういうことを聞いてるって <laughs> なんかホテルとか。あの 他の同士を使ってまだちょっと、ちょっとちょうどそこなんですよ。あと、日本で住んでますみたいな。いやいや、ちょっと違うけど、なんか、何、ちょっと何聞いてんのみたいな。全然わからなかったんですよね。うん。だから、あの、あれあれ。うん、すごい、困ったんですよね。で、あの、ま、最後になんかちゃんと、なんか、ま、気がついたと思うんですよ。多分説明はされなかった。ただなんか、あ、ちょっと、 質問を飛ばして、なんか解剖進んだと思うんですけど、ついになんかた、誰か多分もしかして、なんだろう、あカナダから来ましたかみたいな、うん、あああそういう、あそういうことかみたいなのが <laughs>、うん、<laughs> カナダから来ましたって、それ,ね、それからなんか、普通に答えるようになったんですけど、そ,うそ,うのその逆があったっていうのが、今、面白いなと思いましたね。その だからそれはいいんですよ。うん、だから日本に実際いて、その会話が発生してる場所が日本で、うん、であ、なんか私、アレックスですみたいな感じであの、カナダから来ました。それいいんですよ。来てるから、うん、実際。でも、あれから使,う使いましたよ。旅行から戻っても。それがそれがダメですよね。 わかんなくて聞いたことない表現でなあそ,れそういうとかフラ m とかなんとかっていう文章だよねと思,思い込んじゃって使ったんですよ<う>一時期ああそうですね今思い出したそういいですねだからカナダにい,い,いるのにカナダから来ましたってだから意味がわかんないですよ来てないいるじゃんまだカナダにいるじゃん,んなんでカナダから来るどうやって来るんですかみたいな うん、なんかうちに近いのみたいな,なんかそうそうだから例えばそのアレックスさんはどっか、ね、バンクーバーとかでんかすごい、まあ、変な状況ですけどバンクーバーとかで日本人に会ってトロンとから来ましたっていうの別にいいんですよ来てるから実際トロンとからああ<ー>まあまあいやでもちょっと違和感あるんじゃん オッケーそれオッケーオッケーオッケー東京から来ましたとか別にオッケー大阪から来ましたとかああ言うんですねそう来てるから確かにね新卒とかも言うんだ言うんだなはいはいはい会社ではい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 言うんですねだから別にああだからそこでだから例えばさ東京例えば東京に行って私がで日本から来ましたとか言ってるとはって日本ですけどみたいなになっちゃうんですよねえじゃあ僕がもしかして例えば 京都に行って、あのどこから来ましたかあ東京ですって、東京から来ましたって言っても、OK っていう。ああ、いいですね。だから向こうが、向こうが、だからそこで求めてる答えが、あそこじゃなくて何人ですかっていうのを聞きたいです言ったら、それはもうカナダですから来ましたとか別に言えばいいんですけど、あ面白い。違う場所から来てるんだったらいいんですよ。だから東京にいるのに東京から来ましたっていうのできないんですよ。 うーん、確かにね。で、その場にいない、うん、いない人がどこから来ました無理なんですよ。うん、<laughs> なるほどね。じゃあ、その、なんか東京に住んでて、うん、他の東,東京の地域に行って、あ、渋谷から来ましたみたいない言えます。近いけどね、<laughs> い別に言えな言えなくはないですよ。その普通に。うん、あの、うん 本当に必要性があれば。必要性がある必要性があれば別にいいんですけど。そういう使い方ですね。結構、だから序盤の自己紹介の文章を英語から直訳しちゃうとそうなっちゃうんですよ。時間関係なくこんにちはなって。 こんにちは、私の名前はアレックスです。カナダから来ました。私の仕事はとか、私は私はプログラム、私は私は私がつながって、私は私は私はでガンガン来て。で、なんか終わっていくっていう。わかるんですけど。ねて意味としあ、もちろん。 から来ました。結構あるので、ツイッターとかでも結構あるし、うん、それは。そうですね。うん。どこどこから来ましたみたいな。いや、きうん、来てない。うん。そう。まあでも、まあ、最後言いたいのは普通に、もうそれを何を言うよりも、それを言った方がいいと。 そう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 そルそう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 ルうかうそ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 そう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 そそう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  心がけながら話して、だんだん慣れていく。そうそう。で、なんか。もう。いいんですよ。そこからね、一年とか二年とか経ってから。あ、言わないんだ、これみたいな。そうそうそう。最終的に気づけばいいので、最初から気付かなくていいんですよ。最初からその完璧な状態で日本語を話そうとかしなくてもいい。そうそうそう。いいので、それは。もちろん、もちろん。頭の中のシミュレーションっていうのは基本的にやらない方がいいと思いますよ。 じゃないとね、まあマレックさんもすらねリハーサルですごい失敗してますからめちゃくちゃうん、もうこのオピスエピソードでも何回も失敗してますからありがとうございますお先に失礼します、ね、お先に失礼します、ね、お先に失礼す、ね、お先に失す、ね、お酒 <laughs>、はい、いや毎回爆笑だよね毎,毎回 いいですね。もう切り札ですね。あれはだってね、頭の中で何回もシミュレーションした上での失敗ですからね。本当にだから考えすぎるとよくないですよっていういい例ですよ。ああまあ確かにね。確かにね。うん、本当に困っもう悩んだから。うん、はあ。いやもう、もう、もう、まい、思い出すたびになんかちょっと変な気持ちになっちゃうんだよね。うんうん、ちょっと。 まあまあまあ、それさ、ね、う電車の中電車の中、電車の中でね、もうずっと落ち込んでましたね。そう、その当時、ちゃんとなんか電車乗ってたから、今はでのあんまり乗ってないんですけどで、ちゃんとそういう考える時間あったから、余計に悪化したんですよね、気持ちが。だからまあ、その、リスクの管理ですよ、その そのリスクばっか考えすぎちゃうと結局何もできなくなっちゃうので、うんまあ、とりあえずやってみて、うんまあ、リスクを犯して、うん、まあ失敗して、まあ、その失敗がね例えば何回か続いた後であこれ失敗だったんだって気づいてそこで直せばいいだけの話なのでそのの通りですおっしゃる通りですそこでね、うん、なんか恥ずかしいとか思わなくちゃも別にいいのでうん それは、いかにもそのとお指,指摘する人多分少ないと思うので、実際。うん。そうです。まあ、指摘。あそうですかって。まあ、指摘される。るね、でも、きあの、何あの、そうそう指摘される人って多分ボソ、ボソッとなんか同じことをこ、あの、ちゃん、ちゃん、なんだろうね。<laughs> 正解に復唱する。ああ、直してくれる。直してくれるんじゃなくて、正しい方を、 あの、今すぐに、ほうが多いから、そこだけに、ちょっと、あの、ちょっと、キズイ、キズイって、ちょっと、そこで、てどうなるか、っていう話だと思うので、まああんまりね、深く考えすぎ、頭の中で考えすぎず、とりあえず、言っちゃうっていう、その、スタイルですよ。うん、でのは。うん。だから、っていうのはね私は、思いますよ、その、まあ、ビビらずね。 うん、言っちゃう思わずねでそれでやらかしちゃったらもうやらかしちゃった時なのでもしょうがないじゃないですかそんなのそうそう、まあ、社会社でももうやらかしてるので全然大丈夫ですまだクビになってないです <laughs> はい <laughs> 何回もねんかねなんかちょっとやばいやばいっていうそういう経験をしてああじゃあもうこれしないようにしようなって思って、うんうん、次から気をつければいいだけの話なので そうです。もう、もう。気づいてからね。あの、髪切ったって上司、上司に言ったことをもう忘れないので。急に友達に、に友達,に友達にた。<laughs> あれって。って <laughs> うん。役員じゃないなって、なんか、いろんな声をされ,、ね、れて。まあ、そう。だから、まあ、それも、もう、まあ、やらない方がいいけど、やっちゃっていい。もう、もう。

新しい言葉を学ぶっていうのはそんな感じだと思うので、まあそれをやるっていう、やれるかやれないかの多分話だと思うので、そこは。うんうん、じゃやっちゃいましょうよっていうね。やっちゃいましょう。話です。